ケリー・カトーナ、ケリー・カトーナは、イングランド・オリントン出身のテレビ司会者、作家、コラムニストである。イギリスの女性アイドルグループ、アトミック・キトゥンの元メンバー。チェシャー生まれ。ケリーは母親一人に育てられ、小さい頃の思い出はその母親が自殺を試みた、ことだった。また、ケリー自身も幼い頃は、デイケアセンターに預けられた。また、転校も7回経験した。 16歳の時に学校を辞め、ダンサーになるために、ヨーロッパ中を回っていた、ダンスグループに所属する。また、アトミック・キトゥンのメンバーとなり、名声を上げる。しかし、2001年に妊娠し、アトミック・キトゥンから脱退。ケリーが脱退した後のアトミック・キトゥンは UK では、多数のヒット曲をリリースし、またケリーがメンバーだった頃アジアでは絶大な人気を、誇った。後にケリーは、 リードボーカルを全く歌わせてくれなかったと、アトミックキトゥン時代のことを告白した。2001年には、タブロイドしよりヌード写真が暴露された。2002年1月5日、ウエストライフの元、メンバー、ブライアン・マックファーデンと結婚し、ケリー・マックファーデンとなる。2001年8月に第一子を授かり、2003年には、もう一人生まれた。結婚後、ケリーは、 イギリスの多数のバラエティ番組に出演するようになり、2004年2月には、リアリティ番組、i am a m a c e l e b r i t y Get Me Out of Here の勝者となる。2004年9月に離婚し、名前を、旧姓の加藤名に戻す。ブライアンは後に、ケリーとの関係を歌った、B-E True to You Are o m a n という曲を、自身のソロアルバム、アイリッシュさんに収録した。ケリーは離婚後、 ドラッグの乱用をはじめ、リハビリに通うことになる。2006年6月、ケリーとブライアンは親権を争い始める。2007年2月14日に、スコットランドで、タクシー運転手マーク・クロフトと結婚。この時もうすでに妊娠8ヶ月であった。結婚の1週間後、予定より6週間早く帝王切開で2月20日に、第三子を授かった。 2008年5月には、第4子を出産予定であったが、5週間予定より早く、4月11日に、男の子を出産。2010年に離婚。イギリスの生放送でしたが、回らなくまともに話せる、状態でないにもかかわらず出演したり、加藤名は、薬物の乱用、飲酒問題を、たびたび指摘されていた。クロフトとの離婚後。 同性中はずっと薬物の乱用をしていたことを認めた。2007年7月15日、自宅に3人の強盗が押し入り、家族全員が人質となる。強盗は誰にも知られないように携帯電話を取り上げ、刃物をケリーの喉に突きつけた。強盗はケリー宅にあった多数の高級なものを盗んでいった。幸いにも家族に怪我はなかった。この事件の後、 ケリーは、双極性障害になり、通院を始めた。現在も、ブライアン・マック・ファーデンとの真剣争いは続いており、ブライアンは、過去のケリーのドラッグの乱用、そして、人質事件後の精神状態を取り上げている。エミリー・ハーバートが2005年9月に、ケリーについて書かれた、ケリー、ストーリー・オブ・エーサバイバーを発表。2006年10月5日には、ケリー自身が、 自助伝トゥーマッチ、トゥーヤングを発表した。2007年10月には小説タフラブを発売。ありがとうございます。